こんにちは、岩田明子です。今日は美しい襟元を保つ着物の襟合わせとおはしょりをきれいにする方法をお伝えいたします。ぜひ最後までご覧になってマスターしてみてください。着物の襟合わせからご説明いたします。掛け襟といって、この襟が2枚重なっている端同士を片手で持って軽く背縫いを引きます。これにより背中心を真後ろに合わせています。後輪ベルトを留めていきます。この掛け襟からだいたい手幅分以上と言われてるんですけれども、ウエストよりやや上ぐらいの位置で2センチから3センチ折ります。で、折ったら後輪ベルトを留めます。後輪ベルトは表が外に来るようにして留めていきます。で、ここで下から上に襟を折って、耳の下で着物の襟が白い半襟をと重なるように、そこから後ろは着物の襟が高くなるようにします。この角度によって襟が変わりますので、2センチぐらいを目安に襟の角度を決めます。で、ここでこの下のおはしょり、後輪ベルトより下のおはしょりを全部しっかりと折り上げます。そうすることによってお腹周りがすっきりして、おはしょりがとても綺麗になります。で、このまま今の位置に当てて、後輪ベルトの端を外に通って、右脇で仮止めをしておきます。で、先ほどと同じ位置、襟先から手幅分以上下がった位置で2センチ折って、耳の下で重なるように襟を折り上げます。左右対称の襟になるようにして仮止めを外して後輪ベルトを留めます。で、そうしますと、この脇縫いを持って後ろのシワを前にこう4本の指で取るようにして、前のシワも後ろに送るように、ここの脇縫いでタックを取るような感じにします。襟を整えたら、紐の中心を胸に当てて空気を抜くように脇の下まで持ってきたら、後ろで持ち替えて前でからげていきます。からげるときは最初の紐も一緒にすくうようにすると滑りにくくなります。上を下ろして横から押さえていきます。で、紐の端は落ちないように挟んでおきます。で、これで再度紐から上の余分をしっかり下に引いていきます。背中のシワも取っておきます。で、立て締めを同じく上から下ろして空気を抜くようにして、後ろで持ち替えたら重ねるか折り上げるかして、こう前でからげます。この時は上の方で結んでいきます。足も結び目も立て締めの中に入れておくと、ここが平らになって帯板のような効果が出てきます。これで着物姿の完成になります。綺麗な襟のポイントは2つ。襟元が